どうも、テッシーです。早速沼地に向かいたいと思います。行けますかね。行けるかな。大丈夫かな。こいつら懐かしいね。こいつらがそこそここっちも強くなってますから、言ってもほらオーガのダメージがもう1よ。おお、ほらもう倒したよ一ターンで。素晴らしいじゃないですかこれで。行くまでは寝袋でなんとか対抗できるかなと。わ、ギガースウォームも一発よ。もうよしよしよし。うわ、アシュトで倒せない。まあ沼地までのねダメージは想定済みですから、それなりに行きと帰りでなんとかできればいいかなと。またこれ回り込まされるのがねなかなかね。もうオーガがねもう全然違って見える。最初と違ってもう弱々しく見える。もう景色が違う。最初見た時どうしようかと思いましたもんね。今もういいかもみたいな感じ。ああ。で、ここのこっちか。むしろこいつらの方が時間がかかってちょっとねおいおいって思いますね。素早いし。倒せねえのかい。ガスガス。これミスってダメージ与えられないのも含まれる。どうなんだろう。なんで。やっぱ素早いからってことなのかな。ちょっとねその判定がよく分かんないんですよね。ミス、向こうもミス出してくるし、こいつこんな HP 高いっけ。絶対オーガ1体の方がいい。これでおいおいおいと、これでいいんじゃないでしょうか。ミスって、これ4ターン目、これもしかしてね。 OK、 それで36ですから。あーでもいいですね。あの広かったフィールドがちょっと小さく見えてきた。なかなかいい感じでなってます。こいつはちゃんと倒しとこうね。テッシーとシグルで多分倒せると思います。16、よしよし、 OK。 あとはもう雑魚ほい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 と、ちゃんとね敵を標的しないとっていうのがちょっと面倒くさいところですけれども、これうん、そうね、今のゲームだと他の敵に振り返してくれるんですけどね、大体多分。これでええでしょ、これで。もしテッシーの攻撃力が素晴らしい。やっぱシグルも戦士、もう何回も言ってるけどね、シグルね戦士の方が良かったな。まあしゃあないですね。まあシーフのね特性もあるかもわからないですから。この後アイテム寝袋、よし、ほぼ回復、セーブします。行くで、上行ってみますかね。
こうアクションゲームみたいなねあれですね、音楽ですから。こいつはね弱い、ちょっと時間かかるんで逃げましょう。そんなにねあれもあの経験値とゴールドももらえなかったんで、しかも毒か、苦しいね。これもしかして毒一番後ろにすることで毒にかかってますよっていうのを教えてくれてるのかな。何この無限ループみたいな、ゾンビグール、これやばそう。ちょっとだから 5体はね本当やばい、やだやだやだ。どういう敵なのかというのを知らない敵に5体は嫌ですね。こっちも階段なんだわ。むちゃくちゃ広いじゃないですか。くひー、魔法じゃないと効かないですよねこいつは。いやー毒消し足りねえなーくっそー、この野郎。思ったんですけど順番全然違いましたねこれ。なんかねもうむちゃくちゃになってる。ういういーす、よっしゃ、宝箱だがーかー、まあいいか、上なんもなしかな。おっかー、こういうのがいい、こういうの戦い、どんなもんかと、どんなもんかと。え、弱い弱い、鉄矢はやっぱり硬いですね。うわー、そうそう、どういう攻撃をしてくるのかそれを見たいのよ。24、あ、こいつ石化か、もしかすると今までのその RPG の知識からすると多分エルフのところに金の針って売ってましたよね。それで直すのかなと。よし、そうすると白魔法があったのもおそらく石化を直す魔法もどこかに含まれてるのかなと。こいつらも やっていってみますか兄貴。ちょっと どうしてももったいないんですよね。ちょっと様子見で麻痺、なるほど、ゴースト、お、弱っ、よしよしよし、通用はする。ちょっとブリザードで倒せるんだったらこいつら倒したいっすね。よし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 、わ、ブリザード使うまでもねえ、使うまでもねえ、あんなやつにビビってたんか前回、この野郎、脅かしよって。なるほどね、黒こいつが麻痺させてってことですね。麻痺させておいて後ろのクローラーで攻撃して倒すってのがこいつらのパターンか。わかったわかった。全然入んない全然入んない。テッシー頑張れ、シグルも頑張れ。ここの扉さえ入っちゃって、多分宝箱ですよねここも、おそらく。そうすれば一回戻ってこれるから、そこでまた寝袋を使えば回復できますね。そこそこ金持ってるし、おーしよしよし、
オッケー、空っぽだ。誰か取ったか。ほいほい、頑張る頑張る。25、あーまあでもそこそこ攻撃強いっすね。よし、先に先に先に攻撃攻撃、うひーやー強い。まあそれは仕方ない。ポーションにしとくか。ダッシュとのケアルアは取っといた方がいい絶対。こっちは宝箱ルートでしたね。いやでもこれだけのために命がけ感はありますよね。シャドウは何してくる。こいつは何も、あーそっかそっか、暗闇か。これめんどくさいですね。逃げましょう。テッシーが暗闇じゃちょっと話にならないっす。うまく逃げるもやっぱり使っていきましょう。基本的にはね逃げたくないんですけれども、ちょっと変則ということで、本当にちゃんとね戦っていけばレベルも上がっていくんでしょうけど、時間との兼ね合いですね。言ってみればやっぱりちょっと早う逃げて早う。よし、7体とかね、もう意味わからんすから。よしよし、ここで寝袋ちゃんよ寝袋ちゃん。でまあセーブして、もう一個作る、もう一個使えよ。 OK、 ゴーゴー。で今度は右側かな、最初下行きましたから。くー、よーし、毒がほんとめんどくさいこいつ。うわー、くそー、惜しいなー、惜しいんすよね。ういうい、こっちはなんぞや。うねあ、なんもない。まあまあまあ、なんもないことが分かっただけでもいいっすね。先制攻撃がひどいな。あ、大丈夫ですね、行きましょう。うわー終わった、逃げる。あと暗闇、どんぐらい暗闇かってことですよね。あーでもどう、これ行くか。現金すぎる。あーやっぱどすかな。あーこれ行くな、これ行くな、行こう行こう。あーでも結構入るね暗闇でも。まあそこそこって感じか。ボス戦で暗闇やられたらどうしようっていうのはあるけれども、うわーこいつ絶対先制なのかな、絶対じゃないと思うけど厳しいっすね。ちょっとでもやってってみる。攻撃がそんなに強くないのでね、結構いけるんじゃないかなと。テッシーが暗闇にかからなければ望みはかなりある。シャドウですから。うわー、よし、
まあまあ順調ですよね、なかなか。やっぱりその稼いだ甲斐ありましたね。レベルもねちゃんと上がってきてますから。よし行きましょう。言ってもまだレベル9ですか。結局左は行ってなかったんですよね。広い広い。わあ、タランチュラ。うわ、こいつや、こいつやだ。毒、しかもグレイウーズ、攻撃力が高い、あいつは。くっそー、ここは？ここブロードソードでしたよね。ちょっとやだ。毒になると戦闘中も減るのがちょっと嫌ですね。これ毒消しとかだったらマジ泣くぜ。くっそー、すごい毒高いですよね。うわー、 40% ぐらい、 50% ぐらいですよね。それこそ毒消し以下、毒消し以下よ。厳しい。おっと、ブラッディーボーン。なるほど、ブラッディーがどんぐらい強いのか気になる。よし、おお、なかなか強いですね、この野郎。ほい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 、鉄子いけ。普通まあブラッティこいつぐらいが普通なんですよ。やっぱり普通の敵ってっていう感じですよね。暗闇とかそういうのやってこない。よし、ナイスナイス。おお、なかなかもらえる。そろそろ、そろそろというかもうケアルがないっすね。まあなくなってもいいんです、ここは。ボスのところさえ行ければとは思うんですけど、これお金でしたよね。右、あれ？こっちから行けるんでしたっけ？違う。違う。なるほど。下からか。ふぅ。いや、行くか。クローラーさえ倒せば大丈夫だから。これは本当に骨だけのやつ。よしよし、テッシーに集まってる。いいねいいね。くっそー、この野郎。クローラー狙ってんなこいつ。いいとこ狙いやがる。さすがやわ、分かってらっしゃるね。このねスケルトンがこうやって簡単に倒せるって分かってるだけで全然違いますからね。よしよし、知恵で勝つ。ほいほいと。全然シグルの攻撃とテッシーの攻撃の差がどんどん開いていくばかりですね。でもシグルも
強い武器装備してるんですけどね。ちょっと回復しときましょうか一応。そうね、これ下から行ったんですよね。あら、ちょいちょい。で右行って階段があるのか。オッケーオッケー。あー大丈夫かな。こいつやばかったんですよね。よしよしよし。まあまあ攻撃がやばかったんですよね。毒も持ってて。あー怖い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 。多分 HP100 あれば大丈夫なはず。なんか50とか70くらいましたよね。よしテッシー、はい、いけ、よし、 OK、 経験値が高い。で下い、あーでもここも広かったんでしたっけ。どん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 こんな感じになってくる。大丈夫かな。攻撃力が弱いのが本当気になる。やっぱり石にしてくるっぽいっすよね、なんとなく。さすがに石になると戦闘中には解けないのかな、おそらく。下手するとフィールドに戻っても戻らないっていうやつ。だからなかなか石にならないと踏んでます。だから確率が低いんですよね、石になる確率が。ここは入りましたよね。でこっち行ったんでしたっけ。行ってない。どんだけ広いねんこれ。ああ上は何もなさそうですね。そうするとむちゃむちゃ広いで、一戦一戦がねかなり緊張なんですよね本当に。今結構楽に倒せてるように見えますけれども、何が起こるか分かんないのが本当怖いんですよね。あと回復がもうそろそろ限られてきたっていう。295、ボスいるなら早くボス戦にしてほしい。あーこんな感じか、なるほど。あーいっぱい扉あるパターン。うわやばいやばい、こいつはやばいやばいやばい、こいつはマジやばい。テッシーにこんだけダメージ相当やばい。よし、どっかに本物の宝箱なんかあるとかっていうやつなのかな、もしかすると。ふう、これはいける気がするね。これでこんな感じでいいかな。テッシーの子、よしよしよし。うわー倒せねえ、厳しい厳しい、それは厳しい。クローラーが肝ですから。おーしよしよし、そっちか。クローラーさえやっちまえば。くっそー、このボケが。シグルやるしかねえな。ブリザードやってみるか。くっそー、こいつ分かってんな、クローラー。ブリザードもう使っちゃおう。
ティアルアがどんだけ回復するか見とこう一回。あーそこまで回復しねえんか、厳しいっすな。マジか、くそー。ちょっとシグでやっとかないとやばいっすね。くっそボケこの野郎、まずいね。ちょっとこうブラッドボーンやっとかないと。よし、怖いわマジで。決まれっつ、おう、そうそうそうっす。この宝箱2つ目の前にしてこれよ。これ結構来たけれども、ちょっと一旦戻る形っすねこれ。おーっ、コテージでも張れないからね。これ取ったやつかな、もう。おーし、銅の腕は。これは、防具かな。で、多分、アシュトとライアが装備できると思うんですよ。お、服、服の代わりに銅の腕は？そういうもんなん？ちょっと待って、どんぐらい上がる。アッシュとアーマー3、回避率53。そうなんだ。6、ちょっと上がった。もうちょいいけるかな。ここいっぱい宝箱あるからな。ちょっとどうしよう、倒せるかな。うまくテッシーが最初に、つーよし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 、 OK。 2体だったらなんとかかんとか。先に決まって、うわー、おーしよしよしよし、もうこうやって探索できるようになってるのが美味しいというか成長ですね。そうそう、こんな感じですよね。これ絶対クラウン、これ絶対クラウン、やったよ。ビスコディーモン、これ確定エンカウントだろう、どう見てもそんな気がするんですけど、どう思います？どうしよう、バサンダ、インビジが攻撃かわしやすい。ちょっとこれバサンダやっときますか。稲妻に強くなっておこう、一応わからんけど。あ、でも稲妻強くなると、なんかやってくるかもわからんすが、なんか持ってるし。ピスコディーモン、よしよし、これはもう倒した。テッシー、オッケー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 、いけ、よっしゃ。確定かどうかはわからないですけれども、多分エンカウントだと思います。よし、オッケー。そしたらちょっと時間もちょうどいい感じですので、って出た、こいつはええわ、これで倒せるでしょう。よかった、ちょっと帰ろうかと思ってたので、よかったっすね。じゃあ動画の移動をよろしくお願いいたします。
せっかくねクラウンなんとか手に入れたんでね、高評価のボタンも押していただけるとありがたいです。ではご視聴いただきありがとうございました。